しにくいぐらい近寄りがたいものがあって普段はすごくまあ柔らかなんですけども、はい、臨床の時になってやっぱり違うんですよね。あ、まあ、臨床っていうのはこういう空気なんだとか、うん、まあ、臨床家っていうのはこういうもんだなっていうふうに思ったので、実習に来たとこら辺から覚えてますね。だから他にもね、あの友達もおったりとかしてたから、はいはい、個人として認識したのは多分そのあたりだったんでしょうね、うんうん、でだからまあ、一緒にやっていけるかなとは思って、うん、まあ、声かけましたよね、うん、これはうちの父親があの徳島の盲学校で教師してたんですけど、はい、将来的にあのハリキューと漢方薬とこうやるんだったら一回見ておいでっていうような形でこちらに見学に来させていただいたのが一番最初、あのハンドブックシリーズの著者っていうぐらいの知識しか最初はなかったですね。だからこの本も出しとるんだっていうような話は聞いて、あの友達と一緒に同じように薬剤師で鍼灸学校に行ったのがいましたので、友達と一緒にこちらに寄せていただいたっていうのが最初ですね。本当にこう言った印象とか怖かったです後よく見学に来て、はい、その後書き台のことないよね。そうだね。学術だ、それどちらがどしか忘れないですけど、記念大会か何かが東京であったと思うんですよね。その時は覚えてない。多分先生は覚えてらっしゃらないと思うんですけど、その後で、ね、何年生の時か忘れたけど、はい、うち見学に来た後やったと思うんだけど、赤身でまた書き台をやったと思うんですよ。廊下でパッタリ会ってね、で声かけた、青井君、卒業したらうち来るかいって言って、なんか僕のとこ弟子は今まで延べ40人ぐらい来てるけど、こっから僕が声かけたのはね、青井君が初めて。その青井君に声かけた理由はね、やっぱりお父さんの人格、うん、お父さんの人格がね、やっぱり素晴らしい人だったから、ああいう人の子供ならいいやろって思ったんだけど、うん、どういったことだ。いや、まあ、あの分かりやすく言うと、鍼灸師って変なのが多いよ。いやいやいや、今日は変というか、よくいや個性的というか、あの他の社会では全く通用せんのじゃないかみたいな変わり者が多いよね、簡単に言うとね、はい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 、いいも悪いもね、はい、でそういう意味でのお父さんは、まあやるそのどこの社会に出ても通じるような人格者ですよ。歪、うん、な感じの性格じゃない人です、はい、簡単に言うと。こっちがいびつだから余計そう思ってるかもしれんけどねなるほど。そういうのが一番最初のきっかけやね。ははは、うん、そういうのもちろん覚えてらっしゃることです。その時そうですね、はい、何年になるの結局。そうですね、だからもう僕が23
3とか4ぐらいの頃やな。だから30年前です手元ってこういう刺し方せんねえかなんて教え方したことないよな。それはないですね、はい、なそれしたって無駄なんですよ。結局そのこの間もこの間もっていうかいつだったかしょっちゅうそういう質問があるんだけど、どの程度の強さで触ったらいいんでしょうって質問があるんですよ。だけどこれはね、やっぱり本人が自得してもらわないとね、いやこれぐらいよとは言うけどね、やっぱりその人がなんとなし得得するっていうか、そういう部分が必要なんですよね。だからね、いちいち手を取って教えたから言うてね、それはうまくあるものではない。やっぱり得得し、本人がもう自分で得得してもらわないと。臨床に入るとね、見学に来た人間まで気使う必要ないからましてや弟子になった人間にさ、何も気付けたらやっとれるから、やっぱりそれと臨床はさっき山口君言ったように、やっぱり真剣さっていうか、そういう部分は絶対必要ですからね。チャラチャラするわけにいかんのですよね。そうすると臨床にこうやってるとね、見学に来た人でも怖い、近づきにくいっていう感じしますね。でこっちもあんまりその臨床やってるとそんないちいちサービスしません、ね、ちょっと脈見てみろなんてレストランの人では言わんだまあ、それは仕方ないですね。よく言う暗黙知って言い方があるな。自転車の乗り方は教えたってできないんで、そのうちしあんまりできなくて、あれと一緒なんですよ、まあ、そういう世界ですからね。教えるっていうのは難しいよなそういう意味では。だから何も教えるのか書いていいのかもしれない。本人がやっぱりそれなりの目で見てれば、ああいうふうにするんかみたいな、そこで気がついていく部分がだん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 あって、だんだん完成されていくというか、上達していくんじゃないかな。若い人ら、同年代の人ら勉強してたんですけど、その時に、辺はどうなってるのって言って、池田先生に聞いといてって軽く言うんですよね。でその当時はもう、もう独立してやってるんです、そんなもん簡単に聞けるかみたいな話その辺のギャップがあるんですね。だから聞きゃええじゃないって言うんですけど、そんなんじゃなくて、やっぱり聞くとなったらやっぱりこちらでちゃんと考えて、僕はこう思うんですけどどうですかとかいうような形で聞くっていうようなこととか、やっぱりちょっと寝かしといて聞くとかっていうようなことをやっぱりしてましたよね。だからそれだけやっぱりそういう分からんから聞くとかっていう学校みたいな感じではやっぱりなかった。同じような形ですね。でやっぱり先生の印象を見てて、なんでそこを使ったのかってわからないことがいっぱいあるんですけども、やっぱり師匠には直接あまり聞けないので、まあ、自分で今持っている学術の中から、まあ、いろいろ考えたりして、はい、で分からなければ古典を聞いて読んだりっていうのを聞かずに、とりあえず自分でいろいろ悩んで考えてみるんですよ。でそうしよると何年かして偶然に先生が講演で、僕が長年こう悩んでたものをポロッと言えたりして、あそういうことだったんだって。それでも聞けないんですそれは。そうやって、いやそれはね、聞けないというのもあるかもしれんけどね、本人がずっと疑問に思ったでしょ、はい、それで言ってもらうとね、あっと思うんだよね。それですぐ身につくんですよ。ずっと疑問に思ってるから。簡単な話がね、ここに100両ある。100両欲しいと思ってない人には猫に困る。なるほど。ところが100両欲しいと思っている人に100両ポッと出すとバッと手に入るという、そういう部分がね、この古典医術にはあるんですよ。だから本人がどれだけ勉強してどれだけ欲求を持っているかということに関係してくるね。よく講演会でこの疾患を やりたいと思ったその患者さん来るって言われてました。いやいや、そういう部分もあるんですよね。なるほど。うん、だからやっぱり本人はうちの勉強会に来る